はい、こんばんは、島津です。皆さん、本日は新しいホラーゲームやっていきたいと思います。タイトルは、オキサイドルーム107。あ、7じゃない、ごめん、104です。といったね、ホラーゲームになります。ゲームの内容としては、サイレントヒルに近い感じになっておりまして、主人公がとあるホテルに泊まったら、そっから出られなくなったってところから話が始まるみたいです。あとですね、こちらのゲーム、あの禁断のトラウマ映画、ムカデ人間にも触発されてるみたいで、ゲーム上では継ぎはぎだらけのねクリーチャーとかも、出てくるみたいなことが、PV で公開されてました。果たしてね、本編ではどれだけの継ぎはぎクリーチャーと私は戦わないといけないんでしょうか。楽しみです。これが主人公みたい。ここだね、ここが現場っぽい。仕事かなんかでね、待って、物騒じゃねえ物騒じゃねえ。テーブルに斧が置いてあるんだけど。この仕事は大失敗だ。モーテルで荷物をまとめて、今すぐそこから出るんだ。マシュ、あのモーテルには戻るな。あー、これね、多分殺しの仕事かなんかだね。暴力、まあ暴力っていうか恐喝とか、恐喝か、恐喝か殺人の仕事をして、それに失敗したから逃げようとしたんだ。モーテルで荷物をまとめて。でもさっきのなんだ、オレンジ色かな、オレンジ色の服装を着てたやつに捕まってここに閉じ込められたんだ。それじゃ起き上がりましょうか。Where am I? My head. まあね、あの消火器で殴られましたよね、確か。ムカデ。I can hardly stand up. Where the hell am I? The motel. And that man. But how did I get here? And how did I get so banged up?Have to get out of here. ちょっと待って、物が見えたんだけどね。ソーセージが見えたんすけど、ちょっと待って、全体を映すんかな。それだったらちょっとモザイクが必要。一応ね、設定の方で変更はできるんだよね。成人向けコンテンツを有効化。ただここオフにしたら、その敵を倒した時の描写がね、変わるんじゃないかなって思って、とりあえずオンにしてるんだけど、あまりにもちょっとモザイクを入れないといけない場面が出てきすぎたら、ここちょっとオフにしてみます。通常歩いてる時は見えないようにはなってる。一応入りはされてる。ただイベントシーンでは見えちゃうのかもしれないね。いい具合に腹の下に隠れてます。I have to get out of here. とりあえず、なるほど。見る。Bath salts. The bottle looks rusty. 瓶は錆びついている。A metal canister. I don't know what's inside. 中身はわからない。取れるものは拾うって出るみたい。
所持品、多分回復薬だよね、解毒剤、様々な毒の解毒剤、赤い薬草をベースによくわからないけど効くんだろうな。どうやら毒攻撃をしてくるやつがいるみたい。ムカデかな、それこそさっきの。箱のような一部のオブジェクトにはアイテムが入っています。所持品で調べるを押して使用してください。ここでどうすんだ、アクション、調べる。 It's locked. 鍵が閉まってる。ダメか。雰囲気はサイレントヒルで、まあ UI とかこういうシステムはバイオって感じですかね。Bath salts. The bottle looks rusty. これなんだ、木製の箱。パスワードで守られた箱。まだ使えないみたい。一応開くことができんね。これは？私は一度も書いたことがない。だからもしこれを読んだ人がいたら、判断を急がないでほしい。私の身に起こったことや、調査するための冒険について話すのは、いつも面白そうだと思っていたの。でも、そんな時間はなかった。今はたっぷりとあるけどね。やっと重い腰を上げる時が来たわ。書くことに挑戦することにしたの。このモーテルに来てから何もしてないし、そろそろ何か趣味を見つけなきゃね、エヴァ。ここに泊まってた前の住人のメモですかね、これは。このモーテルに来て数ヶ月が経ったわ。最初は退屈しのぎのためにそれぞれの階を見て回ってたんだけど、ここの、加工についてかなり興味を持ち始めることは確かだわ。見取り図に載ってない部屋を見つけたとき、あれが私が興味を惹かれた瞬間だった。今わかってる限りでは、このモーテルには37個の部屋があって、この建物の設計図よりも3つ多い部屋があることになってるわ。なぜ誰も知らなかったのかしら。2番目の趣味、書くにはいい機会かも。小説家なんですかね、エヴァは。で、ここでずっと滞在して、次の作品を練ってたけど、ようやくなんか興味の湧くものが出てきたから、それを調査して、作品にしようと思ったんですかね。373。373は、ちょっと待って。これだね。うん。ちょっとね、操作が独特なんだよね。ちょっと慣れるのに時間がかかりそう。37。OK、鍵来ました。ドレッサーの鍵、バスルームのドレッサーの鍵、どこだドレッサー。 I have to get out of... 一応こんな感じでね、他も調べることができます。あ、ドレッサーってここだ。あ、ここね。 OKOKOK。 2段目の、場所一緒に使用する。 I don't think that's going to work. ちょっと待って。あ、行った。服ありました。 My clothes. 来た。やっぱね、服とかあのリュックとかそういったものを取るとインベントリのスロットが増えるんだ。 Looks like the key to the bathroom door. 俺はここで何をしてるんだ。パートナーの車で古いモーテルに来たことは覚えている。だがそれ以外のことは何も思い出せない。頭が爆発しそうだ。手首も足首も燃えているような感じがする。何もわからない。助手はどうしたんだ。それにあの女は、あのクソったれな電話を処分したことは覚えてる。だがもし今電話が来たらまだ少しはマシだったかもな。あれ、マシューってさ、主人公だったよね。助手は多分あのスマホで連絡をくれた人じゃないですかね。で、もう一人女もいるみたい。女っていうのがエヴァかな。そうかもしれませんね。で、この他にもイビルっていうやつとイシっていうやつがいるみたい。ストレージ。ストレージ来ました。ボックス。まあ、今は使わないけど、まあ、アイテムがいっぱいになったらこれ使いなさいよってことみたいです。調べる。 Looks like there's something shiny at the bottom. そこに何か光ってるものが見える。取ろうぜ。ホラゲ恒例だよね、あの汚い便器に手を突っ込む。
黄色いもん。白ならまだいいけど。この小さな鍵は何のための鍵だろう。これはおそらくここで使う鍵だと思う。今後、ほら、開いた。で、中は何入ってる？包帯。うん。ちゃんとあのサイズも書いてある。10センチ×4メートル。結構長いね。回復薬だね、これは。はい。Oh, shit. What the hell? ちょっと待って。武器が欲しい。何が起きてる？おそらくストレージ自体は異空間でつながってるでしょうね。うん。スマホか、これ。なんだ？小型の懐中電灯。なるほど。使うんか。暗がりがあるっぽい。俺のパートナー、助手のことは詳しくないな。かなり癖のあるやつだってのは確かだ。正直彼のことはそんなに好きじゃねえな。本音を言えば、金玉を思いっきり蹴り上げられたくらいに不愉快な気分だ。だが、どうするんだ。あいつは金を稼ぐことに関しちゃかなりのやり手だからな。それからあいつの仕事は、あいつは仕事は襟好みしないみたいだ。俺はあんまり質問はしたことはないがな。知らない方がいいことだってあるんだ。普段は用心してよく見てるよ。もしあいつが違法なことをして捕まっても、俺はあいつのために首を突っ込むつもりはないね。まあ、あまりというか、まあ、仲が良くなかったってことはわかりますね。いびるの文見つけたけど、もう殺すとしか書いてない。なんか誰かに対して恨みを持ってたみたい、いびるは。で、これは痛い。何、もうちょっともう不気味になってきたね。いびるがここの住人かな、もともと。泊まってた。待って。でかいムカデが。鍵を守ってる？ 104 の。これ食えってこと？バンズに挟んでムカデを。嫌だよ。嫌よ。食いたくないわ。冷蔵庫かな？泣かないね。ていうか、古いタイプの冷蔵庫ですね、これ。だよね。冷蔵庫だよね。お、待って。夜間取れた。ティーポット。中には水は入っていない。待ってね。ムカデ調べる。拾うは、噛まれるよね。やっぱだよね。噛まれた。くそ。毒の影響を受けた状態になると、限られた時間内に解毒剤を使わなければ、ならなくなります。残された時間が不明のため、大至急解毒剤を使うようにしてください。やっぱ噛むよな。そして猛毒。本場か。いやなんとなく分かってたけどね。とりあえず解毒剤使いました。で、こいつをどけるには、俺は分かったよ。Oh, locked in again. I have to get out of here. お湯でどかすんだよ。つまり、水を汲んできて、こっちで。水を汲んできて、で、火をつける感じ？待ってね。水出てる？出てんね。あれ、所持品出ないし。どこで水入れんだろう？来た。これに、こうでしょ？ It's full of cold water. 冷たい水が入ってる。オッケー。あ、そうか。溜まんないとね、ダメだったんだ。で、火はどこだ？これ？ It's not working. ダメだな。来た。早い。すごい火力。すごい火力。オッケー。ドラ、お前、噛んだお礼をしに来たぞ。噛んだお礼を。熱々のお湯でも受けちゃえ。いやー Great. It's gone. いなくなった。確かに。消えましたね。バカ誰がよくも噛み上がって。で、104の鍵を手に入れました。ここの鍵だね。
メモ。俺は誰だ。名前はマシュージー。アメリカで生まれた。まだ子供の頃、両親が死に、俺はイギリスに連れて行かれた。海岸沿いの小さな町で育った。かつて家族の誰かが住んでいた町だ。何もない町だった。ある程度の年齢になった俺は、そこを去り、二度と戻ることはなかった。あれ以来、ただ夢中で生きてきた。もともと一つの場所に落ち着くタイプじゃないし、仕事でヨーロッパ中を旅して回り、そこで富裕層の人間たちと知り合った。割と順調な人生を送っていたと思う。通貨とか資産とかそういうものを扱う仕事だ。あと片手間にプログラミングの仕事も受けていた。生きていくために必要なことは何でもするのさ。マシューは優秀な人間だ。マシューは優秀な人間だったんだけど、どうしてこういったことになったんですかね。株のデイトレーダーもやってたし、あとまあプログラミングとかね、の仕事もしてたのに、何があったんでしょうか。Looks comfortable. じゃあもう出ましょうか。ゲームをしよう。いやだよ、もう帰りたいよ。おお。Hey. 顔がない。What the hell? あ、なんじゃお前。What? いや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 、怖っ。What the hell is going on here? いよいよサイレントヒルになってきた。待って、WW。Shit!やばこいつら。待て、危ねえ。はい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 。QTC があるよ。はぁ、これは何、これは何、今のは。ねえみんな。なんで車が突っ込んでくんの。ちょ、開けて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 。一旦閉めんと。Shit! Come on!俺今車は納得できんかったよ。退治。マップゲット。自分がいるとこはどこだ?屋内エリアを通って、プールまで来たよね。で、プールに落ちたから。いや、このプールエリアの手前だよね。ここだ、ここに落ちたんだよ。つまりリボルバーがある倉庫に俺は今いると。どう?あったあったあった。リボルバーありました。武器ゲット。で、弾ゲット。4発かな。リアルだね。弾の取得方法はリアル。ちゃんとその数分しか、獲得できないっぽい。いや、面白くなってきたね。怖いけど。ここに到着してからずっとモーテルは改装をしている。経営者が誰なのか知らないし、何の工事かわからない。正直なところ、何一つ変わってないように見えるけど。いいえ、変わった箇所があったわ。でも、どちらかといえば悪い方にね。プールエリアの工事が始まってから、共用エリアからプールエリアに行くことはほとんど不可能になった。いつも何か邪魔なものがあって、スライドドアのところで誰かが何かしてるみたい。私の調査能力は自慢できるわね。別の通路を見つけたわ。203号室と303号室をつなぐところ。誰かが両部屋をつなぐためにこの入り口を設置したんだろうけど、はっきり言って意味がわからないわ。モーテルの謎の一つね。いつも誰もいないし、どちらの部屋も使われてないから、ここをこっそり通ってる。どうやら通路をね、誰かが作ってるみたい。夜間置いとこうか。夜間はちょっと邪魔。ライトは必要かな。っていうか、ライトってその、インベントリ消費するんですね。弾ゲット。死は始まりに過ぎない。私は死にたい。私は死にたい。どうして死ねない。これ以上耐えられない。これ以上耐えられない。いびる。
まあ、多分マシューと一緒でこの世界に囚われてしまった人の文章でしょうね、きっと。っていうか外出たくないな、あんだけいるのはちょっと辛い。武器はどうやって装備するんだ、これ。ここで装備しないといけないんだ。ん？調べるしかできないんだけど。回転させる。リボルバーだよ。あ、使えた。威力はあるかな、このリボルバー。どうだろう。拾う。温度計じゃないな、バッジ。建設会社の監督のものだ。R ・ロレンツォと名前が書かれている。あ、鍵あった。101。I can't carry anything else. 持てんか。どうすかな。いや、解毒剤はね、持ってた方がいいんだよね。これ一回置いていこうか。パンパンなんだけども。で、鍵取って、あ、包帯もあった。ラッキー。開く？開かねえ。窓だもんね。開かないよね。出る？消えた。今しかない。てか、これ、セーブはどうなってんだ、これ。あ、なるほど。ここでセーブすんだ。ここの存在をちょっと忘れてたら、最初からになってましたね。モンスターたちは消えましたね。クリーチャーたちは。しばらくは自由に探索できる？チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。